さん、こんにちは、夏子です。今日はアンティのお仕事についていった動画になります。普段私も彼がどんな風にお仕事をしているのか見たことがなかったので、その模様を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。車を走らせること数時間、森と湖のリゾート山中湖に到着です。休憩がてら湖の近くまで見に行ってみることにしました。湖の近くまで歩いていくと、一番最初に目に入ってくるのはこの大きな白鳥の遊覧船。1日2回白鳥の餌あげと遊覧船体験ができるそうです。4月の上旬、天候にも恵まれ、少しの時間ですが富士山と山中湖を見ることができました。非常に、こういう面白くフィンランドのサウナ、はい、ありがとうございます。今日ですね、1時間ぜひ、はい、皆さんにですね、フィンランドの動画の旅行ですね、サウナですね、サウナですね、お伝えできたらと思いますので、一緒によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構、ドッグハウスからもサウナはなかなか外せないので、そうですね、フィンランドにとっては、はい、非常に楽しみだと思います。よろしくお願いします。こちらが、この他にサウナのプラン、それから、サウナのですね、いろいろ内容を含めていろいろ紹介していって、いくつかですね、皆さんにご紹介したいと思います。これ最近、もう本当に最近出たら、ね、最近ですね、はい、もうまさに自分の家にあるようなサウナ、もう本当にもう普通の部屋から本当に1メーター、2メーターくらい離れてるところが、もうあっという間にもう熱い熱いサウナの中に入れるので、で、今サウナストーブ、こちら前には映ってるんですけれども、他に、こういう座れるところ、あとはやはりこちらは非常に重要ですね。流量、そういう好きな量で、結構さまざまな考え方があるんですけれども、フィンランド人はかなり強みで、こういうふうに水をかけることは自分の好みに合うぐらいの分をかけて、それでサウナの温かさ、香り、楽しんで過ごしてる方は多いですね。そうですね、結構本当に1階はこういうまだ理解が全く違う感じだと思いますけど、また後ほど紹介していただけますか。はい、ありがとうございます。はい、結構こういう2階 のサウナ、あとここは畳の部屋も、はい、実は先ほど話したところ畳の部屋があったので、はい、すごいフィンランドと日本 のもう組み合わせになっているので、はい、結構外局ではないですけど、中でも結構楽しめることもできると思います。